ブライアン軍は、アメリカ合衆国上ジ,ジア州の南東部、大西洋岸に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は3万233人であり、2000年の2万3417人から29.1%増加した。軍庁所在地は、ペンブローク市であり、同軍で、人口最大の都市は、リッチモンドヒル市である。ブライアン軍は、 サバンナ大都市圏に属している。軍の中央にフォートスチュアートがあるために、ブライアン軍は北と南に分かれた形になっている。ブライアン軍は1793年12月19日に設立され、軍名はアメリカ独立戦争でゲリラ戦を戦ったジョナサン・ブライアンにちなんで名付けられた。軍南部には南北戦争の軍事施設、マカリスタトリデがあり、 ウィリアム・シャーマン将軍が海への進軍の時に占領した。最初の軍庁所在地はハードウィックだった。1860年、軍庁所在地はイーデンに移された。1901年にはクライドになったが、それまでのイーデンと同じ場所だった可能性がある。クライドは1935年まで軍庁、所在地だった。1937年にペンブロークが、 軍庁所在地になった。クライドの後は、ホートスチュアート軍事用地の傍らに墓地が残っているだけである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は454.49平方マイルであり、このうち陸地441.71平方マイル、水域は12.78平方マイルで、水域率は2.81%である。 ブライアン軍はその中央に、フォートスチュアートという軍事施設があり、領域が二つに分けられているという特徴がある。ペンブローク氏は、軍北部の田園部にあり、リッチモンドヒルは、軍南部にあって、サワンナ市の郊外部である。この二つの都市の間を公道で移動するとすれば、一度軍域から出る必要がある。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の、 国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。